久保さん、あの、詐欺に遭いましたにしましょうか。<laughs> 詐欺に遭いましたっていうパンチのあるタイトルにしようかなと思うんですけど、なんかあの、昨日ですね、あのジモティに僕投稿して、まあ、机をですね、出品したんですよ。だそしたらもう6件ぐらいバーってきて、で、まあ一番最初にお手伝いいただいた方とやり取りして、まあ今日ね、あね、引き渡しの予定だったんですよ。お昼12時から1時の間で。 まあ12時から1時の間に到着しますっていう連絡があったんで、事前にね。で、待ってたんですよ。で、1時過ぎても来なくてですね。で、あの何時頃到着しますかって連絡したら、うーんノーレースで,で。すいません、あの、午後の予定も決められないんで、ちょっと一度連絡もらえますかっていうのを入れたんですよ。またその1時間後ぐらいに。ま,あ、また1時間待ったんですけど、予定時刻から1時間以上、1時間ぐらい待って。 で、その、すみません、連絡だけください、みたいな。でそれ、それもノーレスで。何なんだろう、みたいなね。<laughs> そう。ね。あの、まあ、なんでこの話したかっていうと、やりますっ,ってね。頑張りますっ,ってね。<laughs> やらないって言ってね。<laughs> やりやり、やります詐欺ですよね。うん。まあまあまあ、気持ちはわかるんですけどね。 即歌塾の,そのね弟子の方ね続けてね今広島のなんかすごいところにえ事務所ですかうんでもまあその気持ちも分かるんで僕もねひたすらそのなんだ光ですよねこう頑張ればこうなるよっていうところをまあめちゃめちゃともう対談取りまくってまあ今日もね あのシングルマザーの方と対談したやつをアップしたんですけどまあやれば変わるんですけどねうーんでもうーんまあ見せ,てい見せては行くけれどもね弟子がうまくいった熟成さんがうまくいったお客さんがうまくいったなんちゃらっていうのは見せていくんだけど光って自分で作るものだと思うんですよね うちから出すもので、なんだろうな、自分は成功したいとか、自分はこうなりたいっていうのは、うん、うちから出るもの、もちろん影響はあるんだけども、なんだろうな。うん、じゃあ逆に、その、久保さんがその、ね、Facebook で、それをアップしなかったら、じゃあやらないのかって話で。<laughs> それなんか、本質となんかちょっとずれてんじゃないかなとは思いますよね。まあ、それしょうがないんだけどね。だから、しょうがな知ってるから、 そういういのやんだけど <laughs> それをやらないと動けないレベルなのかっていう話でうんまあ不思議ですよねどう結局どうしたいのって話でうんそうなんでまあ僕はこの方と取引はやめてちょっと今から違うまああの他に買い,買いたいですっていう人何人もいたんでちょっと今からメッセージ送ろうかなと思うんですけどうん ちょっとね、なんか連絡は欲しいっすよね。一応待ってたんで <laughs>。一応まあまあ待ってたっつっても僕は仕事できるんで別にね。いいんだけど、ただ、来んのか来ないのか分かんないと動けないんで、もう途中でね、3時間ぐらい経ってもう、もういいだろうみたいな。でもうちょっと車運転してあの、ガソリン入れてちょっと車運転してきたんですけど。そう。何なん,なんですかね。そう。はい。あの、やりましょう。 いってらっしゃい。